46代目の宮司は女性神主の菊池久美子さん、そして長男幸久さんが去年の夏、東京の國學院大學でおよそ1ヶ月間神職の養成講座を受けて神主の資格を取りました。12月には御嶽山神社の禰宜に任命され、今年の正月の神事が実質的なデビューとなりました。まあそうですね、今までできなかった、まあ、ご祈祷などもできるようになったので、資格を取ったことによって、まあ、今まで以上にお手伝いできるということで、そうですね、今年は少し今までと違う思い入れがありますね。普段は2人の妹を可愛がる家族思いの幸久さん、趣味はゲームとアニメ、素顔は普通の若者です。しかし神主の仕事の他にもう一つ大きな目標を持っているのです。それは医者になって福島の医療を支えること。去年県立医科大学に現役で合格しました。祖父の死、そして東日本大震災が幸久さんの心を動かしたのです。まあ確かにその医者はその怪我とか傷とかを癒したりするっていうのがメインだと思うんですけど、やはりその中でもあの心のケアもしていかないといけないと思うんですね。なんでまあ神主として働くということは、そのお客さんの心のケアも一緒にするということだと思うので、その点では同じようなところがあると思います。御嶽山神社には氏子さんはいません。崇敬神社といって、広い地域から人々が訪れお参りをしたり祈祷を受けたり、さまざまな相談をする神社です。そのために誰でも入りやすい神社となっています。先代の宮司が目指してた人と人の顔を見て心がつながる神社ということを目指しているの で、人と人の、口コミで来られる方が多いです、はい、小さな御嶽山神社では宮司である久美子さんを家族全員で支えています。幸久さんの双子の妹は小学3年生ですが、立派にお手伝いをしています。そして事務的なことを取り仕切るのは祖母の幸子さんです。こういう親戚とかそういう人たちに助けてもらわないと神社運営が全くできないので、息子が神主の資格を取ったので、今度はうちの中を土日は任せられるっていうのは、本当に私にとっては本当に、希望の光です。本当に神主の中では一番最低のくらいなんですけど、まあ、それがないと次に進めないので、まあ、頑張って上って目指していただきたいなと思いますけど。大晦日、家族と親戚が協力して新年に参拝者に配る餅の袋詰めを行っていました。中には当たりくじがあり、お酒や熊手が当たるといいます。すべてこれは神様の幸せのお裾分け。なるほど。幸久さん、神主の衣装似合ってますよ。まあ、より一層気持ちは引き締まってますね、時間が経つにつれて。神主の資格は取ったものの、覚えなければならないことはたくさんあります。母親でもあり宮司でもある久美子さんから一つ一つ教わります。午前0時が近づくと、境内には初詣の方が続々と集まってきました。双子の妹さんもおめかしをしています。この日ばかりは夜更かしをしてお手伝い、参拝者にお餅を渡します。午前0時、元旦祭が執り行われました。幸久さんにとっては多くの参拝者の前で行う初めての神事となります。それではお祓いいたします。頭を少し下げてご提供ください。幸久さん、ちょっと緊張しているようですね。どうぞお祓いください。神事は厳かに進みます。お祓いを行ったり玉串を渡すことも
神主の資格がなければできません。これまでは宮司さんが一人で行っていたのです。参拝者から見れば神職は神聖な役職、神前だからといって気を抜くことはできません。神事の最後には神楽の奉納が行われました。神楽自体は神主の資格がなくてもできるため、中学生の頃から神楽を習い、他の神社に頼まれて舞うこともあったそうです。後継ぎができたってことはやっぱり嬉しいことです。最高ですね、はい、今年はいい年になりそうでしょうか。ああ最高の年です、はい、学問も一生懸命やってますし、なおかつこういった神事のことも一生懸命やられてますんで、立派なことだと思います。雪下さん、お疲れ様でした。元旦祭を終えてどうですか？そうですね、まあ、彩色の作法でミスをしてしまったところとかもあったので、まあ、自分なりにはまだ納得できないところもあるんですが、でもやはりその、まあ、新年を迎えるにあたって、まあ、ちゃんとなんか奉仕はできたと思います。元旦祭は無事に終わることができました。夜が明けても参拝者は続きます。新年の祈祷を希望する参拝者が朝から訪れ、雪下さんは宮司と一緒に神事を執り行っていきます。さまざまな願いを込めて奉納する絵馬、人それぞれに思いが込められているんですね。忘れ物ない？ CD 持った？よし、じゃあ行きます。忙しい合間を縫って親子は揃って出かけます。神主不足もあって、御嶽山神社の他に4つの神社から頼まれて宮司、ネギを務めているのです。向かったのは鏡石町にあるおよそ350世帯の氏子がいる神社です。この日初めて若い神主さんが神事を務めるということで、その姿を見ようと例年よりも多くの氏子さんが集まっていました。まあ、今度は雪下君が後を継いでやられるってことは私たち大変嬉しいです。はつらつとした、ああいう神主さんがね、これからもこの八幡神社、見守ってくれる、鏡楽を見守ってくれるんだなということで期待したいと思います。おはようございます。1月5日御嶽山神社には受験を控えた中学生が合格祈願に訪れていました。しかも皆さんは雪下さんが通っていた学習塾の後輩たちです。神事の前には優しく作法を指導します。ベストを尽くしてもやはり最後は神様に頼りたい。神社はこんな人たちの心を癒すためにあるのですね。拍手です。中学生はそれぞれの志望校を絵馬に書いて合格を祈願します。その時保護者から雪下さんの神楽が見たいというリクエストがありました。かつては自分自身も受験生だった雪下さんは思いを込めて神楽を舞いました。そうですね、進路を決めた段階では自分は医者になりたいんだということ、それからこの神社をこう継ぎたいんだということで、自分のできる範囲の中で全力尽くしたいということを常々言っていたように思います。こう揺るぎはなかったかなとは思います。現役で医大に合格し、神主の道を歩んでいる先輩がいる神社は、受験生にとって縁起の良い神社ですね。願いは叶いそうですか？叶います。絶対叶います。合格します。岸田先輩はどうですか？岸田先輩かっこいいよね。うん、頭いいし。
何か病気になった時、困った時御嶽山って言って、こう御嶽山に来て、あの息子にあの相談できるような身近な、本当に近い位置のお医者さんになってほしいなっていう希望はありますけど。幸下さんは神社を訪れた方に積極的に声をかけるようになりました。去年までは見られなかった姿です。まあ両立するっていうことにあたってはいろいろ悩んでいた時期もあったんですけど、もう覚悟は決めてあるので、あとはやるだけなんで、あとはやり抜きます。家族で協力している小さな御嶽山神社、新米神主菊池幸久さんは今年も大きな夢に向けて天馬のように駆け上がります。後輩が幸久さんのことをかっこいいというのは本当にうなずけますよね。受け答えも本当にしっかりしてますし、神事を行う姿、そして家族を支える姿は19歳とは思えない頼もしさでした、はい、年齢を超えて確実に神主でらっしゃいますよね、はい。そしてあの妹さんが、ね、いらっしゃいまして、あの午前0時を超えても一生懸命お手伝いする姿を見てますと、はい、まあ、あのけなげで、ね、すごく妹さん思いになるのも分かりますよね、はい。そしてあの医師と神主、そこに共通するのが人を癒すことだというのもすごく印象的でした、うん。そしてあの人材不足の両分野でもありますから、はい、ね、幸久さんの存在というのは救世主になるんじゃないでしょうかね。あ、救世主はでもキリスト教か、八面六臂でもそれは仏教難しいですけど活躍されるんじゃないでしょうかね。そして今回はやっぱりこの時期になりますと、はい、受験生の皆さんにとってはね、もう合格祈願は切実な願いですから、はい、来てましたよね、まあ、あの現役の受験生にとってみればね、はい、県立医大にストレートで入った幸久さんは、まあ、菅原道真公よりも身近でありがたくてあやかりたい人かもしれませんよね、はい、いや、なんかすごくご利益があるという感じが、ね、やっぱりしますよね。人材が求められている2つの分野でそれぞれの経験を生かしながら頑張ろうとしています。さまざまな人、さまざまな形で助けられるような人になってほしいですね。この後は年末年始のあの感動をもう一度、高校サッカーの話題です。